港南口入口品川駅は東京都港区高輪3丁目及び港南2丁目にある東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、日本貨物鉄道、京浜急行電鉄の駅である。山手線南部のターミナル駅である。駅名は東海道の宿場町である品川宿に由来するが、所在地は品川区ではなく港区である。 駅東側の港南口はもともと戦前からの埋め立て地として企業の工場や倉庫などが立ち並んでいたような場所だったが2003年に東海道新幹線の品川駅が開業して以降再開発により大規模なオフィスビルや高層マンションを中心とした超高層ビル街へと発展し駅利用者数が大幅に増加した京急電鉄で羽田空港に乗り換えなしでアクセス できることや、さらに、東海道新幹線の駅が開業し、中京圏、近畿圏とのアクセスが向上したこともあって、企業の本社などの集積が進んでいる。駅西側の高輪口は、プリンスホテルなどの大規模なシティホテルが集積していると、共に、高級住宅街が広がっている。世界有数の利用者数を誇る、ターミナル駅であるが、直接的に地下鉄は一路線も乗り入れていない。 2027年に開業する予定の JR 東海リニア中央新幹線の首都圏側の始発駅になることも正式に決まっている。JR 東日本の在来線各線、JR 東海の東海道新幹線、京浜急行電鉄の本線が乗り入れるターミナル駅である。東京でも有数の規模のターミナル駅であるが地下鉄路線は直接乗り入れていない。 JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は、東海道本線と山手線の2路線で、そのうち、東海道本線を当駅の所属線とし、山手線は当駅が起点となっている。東海道本線は、川崎駅経由の本線と武蔵小杉駅経由の、支線とが当駅で分岐する。この中で、東海道本線東京駅方面を除く3。 方向では JR 貨物が第二種鉄道事業者として貨物営業を行っている。旅客列車の運転系統は次の4系統であり、それぞれ専用の線路が割り当てられている。旅客案内でも以下の系統名称が使用される。京浜急行電鉄は当駅を経由し、都営地下鉄浅草線、京成電鉄、北総鉄道北総線、 芝山鉄道芝山鉄道線まで最大で5車の総合直通運転を実施している。JR 品川駅の事務官コードは46106である。JR 東日本、JR 東海の駅は特定特殊内制度における東京特内を呼び東京山手線内に属する。品川駅周辺の白六,六宇宙写真国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成品川駅の西口側は、三田高輪台にまたがる大地の裾野に位置する。開業当初、線路は海岸線に沿って建設され、線路よりも東側は海だった。江南側の大部分は、明治時代以降に埋め立てにより造成された土地である。日本初の鉄道として知られる新橋横浜間の 正式開業は1872年10月14日であるがこれに先行して同年6月12日に品川横浜間で仮開業しており乗務員の訓練が行われた西側から京急 JR 東日本 JR 東海と大きく分けて3つの部分で構成される駅長除役配置の直営駅で当駅の他に 大井町駅と高輪ゲートウェイ駅を管理している。構内の中央に位置し、西側から山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線のホームがある。島式ホーム7面14線と単式ホーム1面1線で構成され、西から1番線から15番線と並ぶ。東海道線は6.12番線が本線である。 京浜急行電鉄と1.2番線ホームの間には山手線の留置線が6本あったが2019年3月に廃止された京急品川駅を地平にする用地にするためのものであるまた東海道下り本線にある電流線や線上線などは当駅構内の所有である本線からの到着以外のルート構成は品川駅にある 高輪信号所が扱っている。改札内コンコースは、駅の北側と南側にそれぞれ東西に伸びるものがある。中央にある改札間のコンコースで分断され、直接にはつながっておらず、両コンコース間を、ホームや改札を通らずに行き来することはできない。南側の改札内コンコースの西側には、京急の切符売り場や京急連絡改札口があり、 京急の下りホームに直結している。校内には、駅中商業施設として、駅中商業施設と駅中品川と、駅中品川サウスがある。一番線の東京寄りに、山手線の0キロポストがある。東海道本線ホームの発車メロディが、鉄道昇華となっている。道下において品川は、第一周東海道編、第三番に、窓より近く品川の台場も見えて、と歌われている。 9.10番線はかつて臨時ホームとして機能していて、東海道線が早朝、深夜に設定している、東駅発着の列車が臨時ホームを使用していた。時折行われる、ジョイフルトレインなどの鉄道車両の展示イベント以外に、東海道線や横須賀線のダイヤ乱れの場合にはこのホームが使用され、湘南新宿ラインが大崎駅ではなくこのホームを使用することもある。 団体列車などの臨時列車の発着にも使われる。2015年3月14日からは、上野東京ラインが使用し、主に常番線が発着するホームとして機能している。上野東京ラインの開業により、常番線の始発駅となっていることから、利用客の待ち合わせも多いこともあり、大型ディスプレイと複数のベンチを並べた待合スペースが設けられている。 2015年3月14日の上野東京ライン開業日には開通記念セレモニーが9.10番線ホームで行われ最初の列車となった日立1号の先頭車両10号車付近のホーム上に赤絨毯等を敷いてイベントスペースが設けられた上野東京ライン開業前の臨時ホームの駅名標は両隣の駅が川崎駅 新橋駅と東海道線に準拠した表示になっていた。また、下り方は、東海道線以外に、横須賀線、山手貨物線の発着が各番線で可能である。第二次世界大戦前、鉄道省では、品川東京間に伏線を増設し、京浜東北線の急行と横須賀線を走らせる、京浜急行線計画が存在していた。その計画では、 1番線が山手線内回り、2番線が山手線外回り、3番線が京浜東北線北港、4番線が京浜急行線北港、5番線が京浜東北線南港、6番線が京浜急行線南港、7.8番線が東海道線上り、9番線が横須賀線上り、10番線が横須賀線下り、 11.12番線が東海道線下りとなる予定であった。臨時ホームはこの計画に基づいて建設されたものである。この計画は台北線により未成に終わったが、その一部は京浜東北線と山手線の分離運転に活用された。なお、これは現在当たり駅に乗り入れている京浜急行電鉄本線とは関係なく、あくまで 京浜線の急行という意味である。現在の京急本線の当時の名称は京浜電気鉄道だった。田町よりには本来横須賀線が使用するはずだった高架橋の一部が残されていたが高輪ゲートウェイ駅の建設により取り壊された。1960年代には新幹線が東海道新幹線しかなく高速道路網も未整備で鉄道輸送のシェアが大きかった。 年末や旧本の帰省ラッシュ時に東北本線、大宇本線や万越再線方面への下り臨時列車が当駅臨時ホーム始発、山手貨物線経由で運行されたことがある。当駅始発の最初は1960年12月28日から31日までの4日間で15本の列車がその対象となり、1975年まで続いた。 当時の東北方面へのターミナル駅である、上野駅の混雑を緩和する目的で設定されたので、ある。乗客は超鎮に導かれて、駅の東側に回り、多数張られた白いテントの中で列車を待った。このテント待合所は俗に、テント村と呼ばれた。1965年5月に3000人収容の団体待合室が完成して、待合場所が変更された。全ホームに、 東京圏輸送管理システムが導入されている。特急、成田エクスプレスは、横浜駅、大船駅発着の列車と横浜駅、大船駅発着設定のない時間帯の、新宿駅方面発着の列車が停車し、その他の列車は通過する。新幹線の全列車が停車する駅で、中高特急列車が通過する設定をしているのは、国内全体見渡しても当駅が唯一である。 新大特急のサンライズ瀬と出雲も通過するが、上り列車が事故などで遅延した場合、当駅で運転を打ち切る場合がある。山手線には深夜に当駅止まりの電車が設定されている。東海道線には上磐線直通系統の当駅発着列車以外に、早朝の当駅始発下り横浜方面への列車、朝の宇都宮線を呼び、 高崎線からの当駅止まりの列車、深夜の東海道線に横浜方面からの当駅止まり、列車の設定もある。横須賀線は、下り始発列車が当駅始発、上り最終列車が当駅止まりとなっている。総武快速線直通は、平日朝に2本、夕方に1本、当駅発着列車が設定されている。乗り場2021年12月5日完成のホーム。 改良計画では3.4番線ホームを9メートルから13メートルまで拡張する方針である。順番としては、この工事により、新3番線と新4番線が同一ホームで乗り換え可能になる。なお、1番線ホームは山手線専用として混雑解消を図る予定で、2番線は欠番となる。また、北側コンコースを拡張し、品川駅北口、 湖南口付近に改札口を2カ所新設するとともにバリアフリー化を進めるため各ホームにエレベーターを設置する東側に位置する16両編成対応の島式2面4線のホーム5.2から9.8メートルで S 字状に緩くカーブしている22.23番線から東京寄りに有効長445メートルの引き上げ線が3本あり 列車の折り返しが可能である。東海道新幹線ホームやその東側は、1990年代半ばまで、品川機関区や貨物取扱施設、新幹線の車両基地があった。東海道新幹線開業から2003年の、同線の品川駅開業までは、東京第一運転所及びその支所である、大石所への入出港を目的とした、信号場として、 品川信号場の名称で設置していた。駅上部の JR 東海品川ビルには JR 東海東京本社が入居する。東海道新幹線品川駅の構想自体は日本国有鉄道時代から存在し、国鉄分割民営化時に JR 東海に継承された。JR 東海が JR 東日本から新幹線ホーム建設用地を購入する際、 JR 東海は JR 東日本が品川駅周辺の土地を旧国鉄から母家で引き継いだことを持ち出し母家で売却するよう JR 東日本に要求したが JR 東日本は自家売却を主張した最終的にバブル崩壊後で地価が下落していたこともあり JR 東海が自家での売却に合意した駅舎などの設備は1997年5月26日に 着工し、6年4ヶ月かけて2003年9月15日に完成した。東海道新幹線の駅としては最も新しい駅である。東海道新幹線品川駅が建設された理由として、東駅折り解し列車の設定による東海道新幹線の輸送力増強が大きな目的とされ、東京駅から東京第一車両所。 東京第二車両所に出入りする回送列車との競合を当時の品川信号情報内扱いであった分岐点より西側に駅を設置することで回避して1時間に4本の増発が可能であるとされたが2003年10月1日の開業以降しばらくの間当たり駅を理解して駅列車が設定されていなかった2007年7月1日ダイヤ改正にて n 7 0 0系による 当駅首発列車、のぞみ99号博多業が新設された。ホーム上には売店などの店舗はない。売店等は、ホーム上のコンコース、改札内に出店している。改札内の待合室を兼ねるコーナーには一部に、無線ランコーナーがある。新幹線ホームは、駅舎の内側にあるため、地下駅のようになっている。上下線とも外側が本線となっており、転落防止のために、 可動式安全策が設置されている。また内側は副本線であり、固定策が設置されている。2008年3月15日ダイヤ改正から全列車が停車。これにより一部総合発着という手法で列車を停車させている。改正前日までは新大阪駅発着の光のみ全列車が停車し、望みは約6割停車、広島駅、 岡山駅発着ののぞみと一部の光は通過となっていた。2014年より JR 東海は東海道新幹線停車駅の自動改札機を順次更新する計画があるが品川駅は最初に新型の自動改札機が設置される予定である。なお、東海道新幹線の駅で初めて開業当初からフルカラー LED 式発車表が設置されていた。 新幹線北乗り換え窓口が新幹線メンテナンス東海に委託されている他は直営である。2018年11月現在、東海道新幹線ホーム周辺の地下で中央新幹線の島式プラットホームにメミ四線が工事中である。乗り場以下の表は東駅地上ホームの変線を記したものである。なお、下表に示す以外に工事等により、 ホームが一時的に撤去されている場合もある。美光港内の西側に位置し、2面3線のホームを有する公開機である。東側に短式ホーム、西側に島式ホームが配置され、3番線は線学時法が行き止まりとなっている。横浜、羽田空港方面のホーム上に中間改札があり、JR のコンコースに直結する。 この中間改札は、裏面が黒で、JR、京急線にまたがる前提の乗車券が、パスも及び相互利用可能な IC カードで利用、可能である。裏面に、時期のない切符や、京急線、JR 線いずれかの切符で、本駅下車の後、他方の会社線に乗る場合は、改札横の窓口で、使用した切符の回収とこれから乗車する、会社線の乗車券を購入することで、 中間改札を利用できる。各ホームには、イブニングウィング号の座席指定券自動券売機が設置され、個線橋には JR 東海のエクスプレス予約乗車券類受取機が設置されている。2番線に到着した当駅止まりの列車は、仙学寺よりにある引上げ線に入って折り返し、1番線に転線する。一部列車は3番線に入線し、そのまま折り返す。 ただし、ダイヤの乱れで引き上げ線が使用できない場合は、3番線に入線した列車が、一旦、北品川方面への本線へと転線し、そこから1番線へ入線する場合もある。1.2番線のホーム有効長は12両編成分、3番線は10両編成分である。当駅は途中駅ではあるが、京急本線の正式な起点であり、当駅線がくじ駅間は、 市線の扱いとなっている。千学寺方面に直通する列車は、当駅から、普通、または、快速、通勤特急、アクセス特急など、京成電鉄の種別に変更される。ただし千学寺駅は種別は変更されず、都営浅草線内、エアポート海徳で運転する種別は、押上駅で、京成の種別に変更される。当駅と千学寺駅は、 京成の列車種別を含めると、京急の全列車種別が停車する駅である、快速特急、アクセス特急、特急、通勤特急、快速、エアポート急行、普通の急種別。一番線のみ、大原さやかによる自動放送が導入されている。早朝やダイヤ乱れ動機は簡易放送に変更される。当駅では、 下り列車の今度の発車案内放送を流すが、羽田空港第1、第2ターミナル行以外の場合は、その発車時刻が最後に放送される。2008年11月18日より、羽田空港第1、第2ターミナル行列車の入選時の案内放送の冒頭に、羽田空港旅客ターミナルで使用されているチャイム音をアレンジしたものが追加された。また、 羽田空港第1、第2ターミナル行の列車の案内では、英語放送も実施される。発車表は、1998年までは、京急川崎駅などに設置されている、反転フラップ式発車表より一世代前の、反転フラップ式の発車表が使用されていたが、1998年に三色 LED 式へ、交換、そして2009年2月にフルカラー LED 式へ、 交換され、同時に、口述の駅メロディも開始された。最初は2.3番線のものが交換され、その次に1番線のものが交換された。この発車表は日本語、英語以外にも中国語、朝鮮語も表示されるようになった。また同時に、LCD 式の乗車位置案内も設置された。なお、1回改札前の発車表も2009年2月に、 LCD 式へ交換された。2017年6月には1番線の横浜寄りの発車票が新型のものに交換され、7月にはすべて新型へ交換された。京急の駅では、スルッと関西サンデーチケットを発売していた。開業当初の番線は山側から不番され、6番線まであった。91.2番線は3番線と同様に、 千楽寺方面は行き止まりであった。またホームは行き先別に使用されており、旧1.2番線が穴森線直通列車、旧3.4番線が小金町行列車、旧5番線が湘南線直通列車、旧6番線が団体臨時列車用であった。また、旧5.6番線を除き奇数番線は校舎ホーム、偶数番線は乗車ホームであった。 乗り場接近メロディ2009年2月25日から、京急のイメージソングであるクルりの赤い電車をアレンジしたものを接近メロディとして使用している。編曲はクルりのメンバーの岸田シュゲルが自ら手掛けた。下りホームでは羽田空港第一、第二ターミナル駅で使用しているものと同じアレンジのメロディ、上りホームでは同駅と異なるアレンジのメロディを使用している。JR 貨物の駅は、 シャー貨物の臨時取扱い駅となっており、現在は定期貨物列車の発着はない。ただし、JR 東日本の公主車両輸送列車が年数回発着することがある。1994年までは定期列車として紙輸送列車が発着しており、日本製紙が使用していた倉庫の専用線があった。列車は石巻港駅や伏木駅などを初駅とし、 有害者で列車は編成されていたが、コンテナ化されて廃止になった。なお、倉庫は改修され、田町ーケービルとなっている。また、1980年に廃止されるまで、駅南東には広大な貨物ターミナルが広がり、コンテナホームや会場コンテナの二役作業に用いるクレーンなどが設置されていた。JR の主な駅弁は、下記の通り。過去には、時和県が、 駅弁販売を行っていたが、2010年に撤退した。2016年における各社の1日平均乗降人員は約100万人である。また、近年は増加が著しく2014年度に1日平均乗降人員が100万人を超えた。各年度の1日平均乗降人員は、過評の通り。各年度の1日平均乗車人員は、過評の通り。 昨年度のシャーツ会貨物の年間発着トン数は下表の通り、2006年度以降は実績なし。また、コンテナ貨物の取り扱いはない。西口外環京急品川駅外環駅ビルと呼べるほどの施設はないが、国道15号を挟んで京急グループの複合商業施設、ウィング高輪がある。かつては、ウィング高輪イーストが駅に併設されていたが、 連続立体交差事業の着手に伴い、2020年3月31日に閉店した、長距離バスの始発点である、品川バスターミナルにもほど近い。第一、京浜沿いのビジネス街に並んでいるほか、高輪、御殿山などの高級住宅街を背後に控えている。1977年1月4日に発生した、生産コーラ無差別殺人事件は、 当時の品川スポーツランド前にあった電話ボックスで発生した。駅周辺にはプリンスホテルを中心に大規模なシティホテルやビジネスホテルが集積している。東口外関品川ツインズ従来、駅東側は昭和初期からの埋め立て地として工場や倉庫などが広がる地帯で西側に比べ発展が遅れ、京上駅社化するまでは、 地方の単線駅と見まごうような駅出入り口があるだけだった。各線ホームと東口との間には、長大な操車場が横たわるため、校内から出るには下を抜ける長い地下通路を経由する必要があった。その頃の駅周辺で名立ちたる企業は、ファッションアパレルメーカーの純本社、東洋水産本社、国与東京オフィス、中日新聞東京本社程度で、少し先には、 高齢としたた地が広が広っていた1990年代から貨物ターミナルや新幹線車両基地の跡地が再開発され、1994年に品川インターシティ、さらに2001年から2002年頃より再開発によるタワーマンションと高層ビルの建設が始まり、2004年3月には江南地区におけるタワーマンションの先駆けである 品川 V タワーを含む品川グランドコモンズがオープン以降タワーマンションの開発が進んで人口が増加した。こうして2000年代後半には大規模なオフィス街及びマンション街へと変貌を遂げた。これらの再開発事業はバブル景気以降の不景気に起因する不採圧縮のため企業が数多く所有していた工場や倉庫などの敷地を不動産業者へ 売却処分したためとされる。京急で羽田空港に乗り換えなしでアクセスできることや、さらに、東海道新幹線の駅が開業し、中京圏、近畿圏とのアクセスが向上したこともあって、企業の本社などの集積が進んでいる。朝ラッシュ時は、駅通路や歩道が、港南口方面の企業へと出社する大勢の会社員で混雑するため、 港南口へ向かう利用客は、連絡通路中央部を、港南口から、JR 線、京急線へと進む利用客は、通路両端部を進むよう推奨されている。また、東京湾、アクアラインを経由する千葉県方面の高速バスの、内品川駅、袖ヶ浦バスターミナル木更津駅東口線、品川駅、袖ヶ浦バスターミナル袖ヶ浦駅から長、浦駅北口線が発着しており、 木更津市や袖ヶ浦市といった房総半島西部への玄関口ともなっている。これらの路線は定期券の導入、深夜バス運行などにより、東京地区への通勤路線の一端を担っている。一般路線バスでは、都営バス、東急バス、富士エクスプレスなどが運行。高速路線バスでは、京浜急行バス、東京空港交通、富士急行グループなどが運行。その他、 東口の江南口から JR、東海道新幹線沿いに、品川区の大井ふ頭方面などへ向かう、企業輸送向け専用バスが発着する。品川駅前、品川駅高輪口品川駅、西口品川プリンスホテル、グランドプリンスホテル、高輪ほか品川駅江南口、品川駅東口東海道新幹線、品川駅線路を、橋下た無動商機が町にし、 直下で工事が始まる JR 東海が2027年の開業を目指している中央リニア新幹線について当駅は東京側の始発駅になることが決定している当初から社長の松本正幸は始発は東京駅か品川駅という見解を示していたが横浜、羽田アクセスや東京駅付近の地下使用状況などを考慮している JR 東日本も 協力的で、同社が、ボーリング調査を施した。これを受け、JR 東海は、同線の始発駅を、品川駅とする方針を固め、JR 東日本と東京都に伝えた。2011年6月7日に開かれた、記者会見において、品川駅は、中央リニア新幹線の首都圏側の始発駅となる、ことが正式に発表された。2016年1月27日に、 駅建設工事が着工されている。JR 東日本は2014年6月3日、2020年の東京オリンピック開催に合わせ、田町駅と品川駅との間に新駅を暫定開業させると公式発表した。2018年12月4日、新駅の名称が高輪ゲートウェイ駅に決定し、2020年3月14日に開業した。 東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線白金高輪駅から東駅まで地下鉄を建設する構想があり、2016年4月の国土交通省交通政策審議会による答申第198号では国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクトとして取り上げられている。また、2019年2月に国土交通省のスーパーメガリージョン研究会に 東京都が報告した品川駅、田町駅周辺地域の町づくり資料においても、同地下鉄の整備構想が言及された。千学寺駅、新馬場駅間において、連続立体交差事業の事業化を進める計画がある。2027年度に地平化を進めるとともにホームを2面4線にする予定。計画図では20メートル程度。 現在の JR 側によることになりこれは2019年3月まで山手線の電流線だった場所が当てられる。また北品川よりから地平へ降りる関係でホームが100メートル程度北へ移動し JR とほぼ同じ位置になる。2020年度より事業着手しており2029年度の事業完了を予定している。工事手順は東京都が h p で公表している資料によれば、一カ設ぐを打設し、軌道を工事桁たか、高架橋を仮設化に季節の上や、高架橋を撤去3ホーム外構築四上下線地平下切り替え、五カ設の撤去、コンコース外構築となっている。品川駅、西口駅前広場は、国土交通省が国道十五号上空を活用した未来型の駅前空間に関する整備方針を取りまとめ、 有識者や民間事業協力者が事業計画の検討を進めている。2018年9月14日には次世代型交通ターミナルの整備を含む事業計画の中間取りまとめを策定し公表。2019年3月27日には未来の品川駅前空間計画国道15号、品川駅西口駅前広場事業計画の最終取りまとめを公表した。 品川駅に北側自由通路、南側自由通路を増設するほか、中央の東西自由通路を西側に延伸して、国道上部に構築する人工地盤で周辺の町と駅を接続させ、人工地盤上部には商業施設並びに自動運転による次世代型モビリティターミナルを設置する構想である。二千十九年二月十六日、JR 東日本は品川駅、 北側コンコース内の北側と、港南側に改札口を新たに2カ所増設すると、共に、北側コンコースを11メートル拡幅して、幅18メートルとし、コンコースに、ホームと接続するエレベーターを8カ所設置して、バリアフリー化を図ると公表した。また、同時に、京浜東北線、北行きを3番線から4番線に、山手線外回りを2番線から3番線にそれぞれ、 移動させ、2021年12月5日より、京浜東北線、北行きと山手線外回りを、同じ島式ホームで乗り換え可能にするようホームの改良を実施すると公表した。古くからの当地の周辺地名、東海道の宿場町品川宿及びその北側の、江戸湾沿岸部の故障品川港に由来する。江戸時代は、江戸湾内での海上旅客交通にも規制があり、 品川宿の天満制度を保護する目的で、大仙山,山系や富士山山系などで、江戸湾を船で南下して、神奈川方面へ向かう旅客もそのまま回路で直行できず、品川宿入り口の北側で下船し、陸路東海道品川宿を通って、神奈川宿方面に向かうよう規制されていた。また、品川宿があった目黒川川口付近より、北側の江戸湾は浅瀬で、 外洋航路の大型船は入り船できず、この付近では外洋航路の大型船から小型船に積み荷を乗せ替えが行われ、海上交通の結節点として船舶で賑わった。東日本旅客鉄道の特急、京浜急行電鉄、モーニングウィング号、イブニングウィング号の停車駅は、各列車記事を参照注釈出店報道発表資料新聞記事。 ありがとうございます。